中浜十三は日本の俳優である。中浜十三と表記されることもある。本名同じ。大正末期から昭和初期にかけて、小畜蒲田撮影所の B 級作品に活躍した二枚目、俳優である。1908年3月8日、東京府東京市京橋区小引町に生まれる、とされている。日本映画年間大正13年14年には、青年月日は、 明治40年9月16日、記事は、兵庫県神戸市兵庫区である旨が記されている。1914年、6歳の時に、市川久志蔵の弟子となり、初舞台を踏む。その後、兵庫県立神戸第一中学校を中退。1924年、16歳で、小竹蒲田撮影所に入社。デビュー作である、島津安次郎監督映画、 城ヶ島の雨で早くも認められ、以後、二枚目俳優として、多数の作品で主演を務めた。1929年に発行された、日本映画俳優名鑑賞は5年版によれば、東京府東京市管楽標人坊町に住み、身長は5尺3寸、体重は14巻500問目、実刑は、南米座の映画技師であるという旨が記されている。ところが、 1930年に公開された、牛原宇津彦監督映画、若者よなぜ泣くか、以降の出演作品が見当たらず、以後の消息は不明である。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。没年不詳。すべて制作は、松竹かまた撮影所、配給は、松竹、べてサイレント映画である。ありがとうございます。